はようございます。9月28日火曜日の全国の天気です。北日本、東日本は高気圧に覆われ日差しが届きます。ただ太平洋側は湿った空気が流れ込みやすく、時々雲が広がります。岩手、青森の沿岸や道南は弱い雨が降る可能性があります。また千葉、外房も朝はにわか雨にお気をつけください。過ごしやすい体感のところが多くなりますが、朝晩はひんやりします。体感差に要注意です。西日本は海から湿った空気が流れ込みやすく、雲優勢の空、各地にわか雨の可能性があります。特に九州の太平洋側、四国太平洋側では雨が降りやすく、一時的に強まる恐れがあります。雲が多めなものの、昼間は気温が上がりムシムシと感じられそうです。沖縄は晴れていてもにわか雨に要注意です。また台風からは距離がありますが、徐々に波が高くなるのでお気をつけください。全国の天気をお伝えしました。今日も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。